こんにちは日向一です今回は、えー、夫婦カウンセリングの口コミということで、えー、ある、えー、男性クライアントさんからの、えー、カウンセリング後のアンケートを、えー、ご紹介したいと思います、えー、この方は、えー、匿名なら、えー、紹介してもよいということで、えー、30代の男性の方ですはい でえー、日向陽一のカウンセリングを受けてどんな変化がありましたかという質問に対して、えー「自分自身の心の中にある罪に気づくことができました」「またそれに対してどう向き合うべきなのかもしっかり考えるきっかけになりました」というふうに書いてくださっています。 カウンセリングの中でもう少しこうしてほしいなと思うところがあれば教えてくださいという質問には特にありませんと書いてくださいましたそしてカウンセリングを受けようか迷っている人に一言お願いしますということでそれに対して自分の何がいけなかったのかということが表面的ではなく 心の問題として浮き彫りになります。というふうに書いてくださいました。はい。えー、ということで、えー、夫婦カウンセリングの、えー、口コミ、えー、私のカウンセリングプログラムを受けてくださった男性クライアントさんの声をご紹介しました。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。